皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。僕の喋り方もだんだん雑になってきた今日この頃、このカラーリングは、どうも初めまして、よろしくお願いします。今回の壮行会参加いただきましてありがとうございます。はい、僕の知ってる限りではこのカラーリングっていうのはカタログにはないというふうには思っているんですが、マジョラです。皆さんマジョラだそうです。僕もちょっと詳しいことはわからないんですが、ちょっと質問しながら、これ塗装なんでしょうか。フルラッピングってやつ。フルラッピングだって、すみません、おいくらぐらい。自分で貼ったんで10万ぐらいしかかかってないですよ。あ、それでも10万円。あ、ご自身で、DIY ってやつですね。これご自身で、ラッピングされたと。このステップの部分もですか。そうですね、はい。うわ、これ近くで見ても大丈夫仕様です。ありがとうございます。わあ、これ本当に、ラッピングって簡単に貼れるようなものなんでしょうか。今のものは結構いいもの出てるから。うわ、これドアノブかければね、ドアノブの部分もしっかりと。で、このホイールもラッピングでしょ。これは普通に売ってるやつですよ。あ、なるほど。このマジョーラカラーにこの赤いホイールと、ちょっと全体像を見たいと思います。このようなカラーリングで非常に、ちょっとこれはもう S6 の中でも多分これこの仕様はこれ1台しかないですよね。このように、マフラーはロッソモデューロでしたかね。はい、こんなところにこういったケインフックがついております。ちょっと一部だけ、北海道帯広ナンバーであります。わー、すごいですね。ボンネットは開けます。あ、はい、お願いします。あ、今ヒューエルビットも同時に。インタクーラー。あ、これですか。うん、車外のインタ、わ、なんかでかいですね。なんかもうはみ出してます。はあ、これはバックヤード。バックヤード、バックヤードスペシャルと書かれております。あ、これもなんか結晶塗装です。バックヤードですよね。田辺さんのターバーが入っております。わ、マフラーがすごいですね。ちょっと初めて見ますが、綺麗です。あ、これサスペンションはこれ緑色はもしかしてテインです。あ、はい、今かぶりました。テインです。はい。あ、お皆さんちょっと燃料タンクが。うわ、綺麗です。あ、もう皆さんもう食えるように見ております。エアクリーナーはゼロ線ですね。あ、もう聞いたことあるんですが、僕初めて見ます、ゼロ線っていうエアクリーナー。これ元はブラックベースなんですね。ブラックベースに、このような、これラッピングです。オーナーさん自らが、施したという。もう近く見てみても大丈夫仕様ですね。すごいです。フロントのスポイラーもこのようになっております。結構細かいところもこうですね。すみません、これのちょっとなんかエンジン出力とかなんかそういったパワー系ってなんかかなり上がってたりとかするんでしょうか。今は115ぐらいまでなってるかな。S660 まるで115馬力という、そういった、チューンが施されていると。シーカー、シーカーのコンピューター、はい、ロムチューンかな。S660 のコンピューターってここになるんでしょうか。そうですね、115馬力。もう、そうですね、僕グランツーリスモというゲームをやるんですが、その中で115馬力の、S6 は作れるんですが、ここに現存する現物の115馬力の S660 君は、僕初めて見ます。
もうさぞかし早いともういうことしか想像がつかないんですけども、いや今日すごい車ですね。はい、ありがとうございます。びっくりしました。はい、おそらく日本に1台しかないであろうこのマジョラカラーの S660、なんと、僕が住んでる北海道にありました。はい、今日はちょっとオーナーさんにちょっといろんなことを聞きながらですね、ちょっとエンジンルームなんかもちょっと見させていただきました。僕もアルトワークス乗りでありますが、まあ、こんな S660 君を見せつけられると、ちょっと僕もうわすごいなとしか言いようがありません。はい、ここ今日ここ場所はですね、美瑛町にあります白金、ビルケ道の駅というところで、ちょっともう こんな感じで今 すごい台数になって、走行会をやっております。ここでちょっとね、あの待ち合わせということで、ちょっと撮影させていただきました。それではまた。